さあやっていきましょうか。バイオハザードアロイ2。前回バトルぶちのめした彼がまた寝てます。うーん、寝ててもこっち向くんだ。まあちょっと白すぎるからね、顔をちょっと黒く焦がしてあげましょう。はい。で特に取り忘れはないか。まあ別に一家オフィスと大型拳銃は別にいらないしね。うん、まあ、無限武器を使っていきながらなんで。で今回ボス戦に関しては、まあ今回 G1 なんだけど、とりあえずまあちょっと無限武器を使いながらね、まあとはいえまあグダグダっても仕方がないので、まあ、もしかしたら何かしらの投擲武器とか使うかもしれないですけどね。はい。じゃあもう彼は起き上がること諦めたということなんで、さっさとね、もうほっといていきましょう。じゃあ、ピンポン。下へ参ります。この警察署は地下2階。地下には下水道がつながっており、そちらには大型のアリゲーターがいます。なぜアリゲーターかと申し上げますと、通常であれば、通常あのサイズであれば、クロコダイルと呼ばれるようなサイズ感ではありますが、もともとはアリゲーターと呼ばれる小さなワニサイズであったんですけれども、T ウイルスの影響によりまして巨大化したというところなので、その名残があり、アリゲーターという愛称で呼ばせていただいております。ピンポンパンポン。違うんだ。エレベーターガールはアナウンサーじゃない、アナウンスしないんだよな。間違えた。まあいいよ。はい。ということでね、上でなんかうごめいているガンゴンガンゴン言ってるやつがいるんだけど、なんだって言ったらなんだってね。まあそんなことはどうでもよくて。じゃあ、こっち行きましょう。うんな、ななななななな、にゃにゃな、パワー。ふぅ、来た。変態、紳士、第2号。まあでも紳士ではないな、こいつな。ただの発狂者だもんね。こうなる前からもう She's my life! She's my life! 言ってるような感じだったもんな。うっ、これ表編の時も思ったけどさ、こんな金網突き破るくらいのさ、重さをさ、のさ、体重をバコ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 かけられてるわけでしょ。レオン普通に考えたら死んでんじゃねって思うんだけどな。それは気のせいなのか。まあ、とりあえず頭。とりあえずまあ、ちょっとただ外さないようにだけ注意して打ちまくって、ちょっと投げうってはあれ、なんか思ってたのと違う。ちょそうそう、海岸して、はい。多段ヒットってしないんだよな、ナイフのやつで。なんか自分の動画見返してたけどさ、多段ヒットしてない感じがしたもんね。うわ、暴れていいの。シュシュシュ、めっちゃ引っかかってるわ。おいで。さあちょっと距離を取って、ほい、あーしまったな、このポジション良くなかったかもしんねえな。左から来るかもしんねえな。え、どこ行った、あ、どこ行ったのよ。あれ、ほら雲隠れすることなんかあんの G って。で何、冷蔵庫の下とか棚の間とかクス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 、あれ、ちょっと待って、本当にいなくなったぞ。じゃあその間、おお、ちょっと、お金貸してくれ、明日に返さないと20万円が。そんなこと、危ね、そんなことはどうでもいいんですよ。そんなことはどうでもよくって、なんで急に借金で懇願してくるの。それは俺が言ってる中なんだけど、あれ、ちょっと待って、あ、こっちからか。でもなんかこうなるとね、ハンドガンだとすごい時間がかかった記憶があるんだよね。あれ倒れない、あ、階段下。あれ、なんかそんなに打ってないはずなのにすごい目玉が焦げてるよ。目玉とか体が焦げてるよ。あ、やばい、鉄打っちゃった。近い、熱くなる。くそ、もったいねー、無限武器あるのに。ドン、この距離で手榴弾投げて平気だよね。だってウィリアムは顔まで焦げてんのにさ、レオンは無傷なわけでしょ。まあそれがなんだろう、緊急回避アイテムの凄さなんだろうけど。ちょっと待ってね、こいつしつこい。ガコン、オッケー。ああ、もったいね。今のうちにもっとぶち込んどけばよかった。やばいですよね。
あ、本当にデスしそう。やばい。回復アイテム、回復アイテム。ちょっと一発だけぶち込んでみる？あそこまで暴れてはるからね。さあ、目玉を差し出せ。ゲッチュ。お、かっこいい。ビリーみたい。リボルバーじゃないけど。さよなら。あ、今の倒し方めっちゃかっこいいかった。そして誰が落としてくれたかわからない謎のはしごが下り。誰かいるのか。まあ、これはしごが降りてきた。あれかな。G が地面にドーンってついたその衝撃ではしごも降りてきたって感じなのかな。いやー、あんな気持ちいいことあるんだ。気持ちよかった。普通にシンプル。よし、じゃあアイテム回収して、まぁ、ちょっと次のその地下駐車場のあたりのパートが若干長くなる気がするんで、一旦まぁ、短いとこもっとかかると思ってたからね、あ、まぁマグナム使わなかったらもっとかかってたんだろうけど、なんかね、マグナム使いたくなっちゃう。っていうね、やっぱ魅力があるんで、ごめんなさいね、本当に。申し訳なかったです。ということなので、このまま登ってって、まあ、若干短いパートにはなって恐縮なんですけど、ここで区切りたいと思います。まあもうちょっと向かって次進んでいくけどね。あ、違う違う、こっちだ。じゃあ、登ってってレバーをガチャコンっていきましょうか。レバーガチャ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 。アイスコーヒーの消費量半端ない、ほんと。よし、じゃあ引いて引いてトントントン。これもなんかアイテムとかね、あとは軍資金じゃないっけ、軍資金はおかしいな、成果としてね、いろいろくれてたらよかったんだけど、残念ながらそういうのはない。はい、ちょっとすーごい下のあれがプシュ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 なってるな。潮吹きしてるよ。今のポケモンの技の意味で言いましたからね。ちょっと違う変な想像したかったん、良くないと思いますよ、そういうのは。まあ、健全な男の子だったらあり得るけどね。はい。ということでね、ちょっとパート短いんですけれども、まあ、次回ね、いろんなワンちゃんと戯れるというね、シーンをお見せできたらなというふうに思ってますんで、とりあえず、その度にもチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援すること、これが欠かせないというところですね。ぜひ、よろしくお願いいたします。じゃあ、まあ、ちょっと一応緊急回避アイテムないと不安なので、これ持っといて、ナイフあると一番いいんだけどね。序盤だからね。はい。ということで、本日はね、以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。